回の調査では、図や数値などの情報と観察によって得られる情報とを関連付けながら、時間的・空間的な視点から事物・現象を捉え考察することに課題が見られました。授業改善のポイントは、単元の初めに時間的・空間的な視点から理科室で露頭を観察し、見出した問題や課題について単元を通して継続的に考察を検討して改善すること、また野外における観察に近づくよう露頭の写真・標本および360度パノラマ画像を観察し、得られる情報を時間的・空間的な視点から考察することです。授業の見どころは、身につけている知識だけでは大地の成り立ちを推論できないことに気づき、単元を通して継続的に考察を検討して改善することです。本事例の探究的な学習活動の概要です。小学校の知識をもとに課題を設定します。露頭と標本を観察します。観察結果を考察し、新たな疑問を持ちます。新たな疑問や課題を単元を通して探究します。本指導事例の詳細や教材などはリンク先を参照してください。皆さんは小学校6年生の時、れき、砂、泥、火山灰などが層になって積み重なったものを地層ということ、地層は水の働きや火山の働きでできること、それぞれの地層には特徴があることなどについて学習してきました。今日は理科室で野外観察を皆さんとしたくて、県内の大きな露頭を写真にして持ってきました。理科室の後ろの壁に貼ってあるので見ましょう。この露頭の実際の高さは約30メートルあります。皆さんには積み重なっている層がいくつ見えますか？20個ぐらい。ああ、なるほど、20個ぐらいね。皆さんには一つではなくいくつもの層が見えているようです。研究によると、この地層は今からおよそ1000万年前には出来上がっていたということが分かっています。1000万年前というと、皆さんが社会科で学んだ人類の祖先であるエンジンが現れた年代よりも古いということになります。この地層は何の働きでできたと考えますか？小学校で学んだことを生かして理由もつけて説明しましょう。僕は、その水の浸食で堆積したものが重なっていってできた地層だと思います。どこを見ると、それはそのよく見ても、そういう火山とかだとそういうなんかゴツゴツした岩とかはあるんだけど、そういうのがあんまりないし、小6では大半が川の水なのでできたものだと言っていたので、これもそうなんじゃないかなと思いました。なるほど。ちょっと火山の働きでできたものがちょっと見当たらないということですね。水の働きだという人が今2人いましたが、火山じゃないかなという人いませんか？まず地層の下の方の部分に、まず角張った石のようなものがあるので、そこを見ると火山でできた地層は角張った石が見つかるので、角張った石があるたびに火山の働きでできた地層だと思います。この露頭の中には何があって、そのはるか昔どこにできて、それらはどんな順番で積み重なっていったのかということが分かって考えていければ、この秘密の歴史が見えてきそうですね。それでは露頭に残された大地の歴史を考えてみましょう。指導のポイント1は、
学習活動の見通しを持ち、観察から結論の導出まで生徒が主体的に探究できるようにすることです。生徒が課題を自分のこととして捉え、解決までの学習活動に見通しが持てるように指導・支援します。観察が始まってからは、見通しに沿って学習活動が進んでいるか問いかけ、生徒のメタ認知や自己調整を促し、主体的な探究を支援します。箱で囲まれているところは班で相談して行うところです。路頭の観察の仕方というのは、低い倍率から高い倍率へと操作する顕微鏡と似ていて、まずは離れた場所から路頭全体の特徴を捉え、次に注目したい層に近づいて詳しく調べるという流れで進めます。それでは実際に野外活動をしているつもりで班で協力して観察しましょう。目立っているところは濃くして、でそこから何が分かるか気づくかってことをこう感じして、ね、うん、軽石、これ軽石、軽石の原理、火山でできてるじゃない。火山って丸くない。だから、水素さんはできた状態から土砂崩れて。指導のポイント2は、観察結果や疑問を整理して視点を明確にし、再観察の必要性に気づくようにすることです。観察結果の考察がある程度進んだ時点で、観察結果や疑問を学級全体で整理します。このことによって視点が明確になり、再観察の必要性に気づき、妥当性の高い推論ができるようにします。2人の人のスケッチをちょっと紹介します。ずれていますが、なぜずれたと。私は地層ができている途中で雨とか天候が悪くて途中でずれたと思います。ずれているっていうことに気づいていて、で雨じゃないかな、あとは分かれ方が斜めだったり、ま、の縦だったり、天候によるものじゃないかなというふうに、いろいろな考え方がありますね。ということも考えながら、路頭の観察をしましょう。はい、ではどうぞ。1回目水でできたけど、水が届かなくなってなくなって、その後火山で来たんだけど、それもまた何回も来ないから長い年月で固まって、最後土砂崩れとかっていう感じでしょ。だからちょっと斜めっていいんじゃない。これできた状態になんか種ブスってなってブシャー出るとか。班で、話し合った内容を黒板の表に表します。できたと考えられる場所は3つの中から、皆さんが判断した場所に班の番号の札を貼ります。観察してみての疑問がある班は、写真の上に疑問があるマークとしてこの赤の磁石を貼ります。それでは疑問のマークを貼った班は説明しましょう。なぜその分かれ、そこの一つの層にも途中で少しずれが生まれたのかということが疑問に持ちました。ではこの磁石を貼った、はい、まず2の部分がまず火山灰だとしたら、その部分だけ縦にどのようにして重なったのか、積もっていったのかが疑問に思いました。この疑問に対する考えを持っている人はいませんか。水の量が違ったから、幅も
狭くなったり広くなったりしてると思います。うん、なるほど。そしたらこの意見が出たので、これでこのずれたわけは解決でいい。ああ、うん、ちょっと自信はない。意見は出たけどね。なるほど。ではこの2の層が縦になっていることに関して自分の考えがある人はいますか？3が先にできて、ちょっとその3のところに削れて溝ができて、そこにその火山灰が落ちて、なんか火山灰が縦になったんじゃないかな。削れてできた溝にたまったんではないか、ね、できたんではないか。そしたら縦になっているこの訳は、削れてできた溝にできたで解決で、なるほどね、はい。今日の授業で解決できなかった疑問は授業シートに記録して残しておきましょう。指導のポイント3は、観察結果や考察が一致しないことに気づき、その原因を考えるようにすることです。露頭の観察結果をもとに過去の大地の変化を推論する際、事実は一つなのに様々な解釈に分かれることから、知識や経験が十分でないことに気づくようにします。それでは班で考えた大地の歴史を発表しましょう。一番下は角張った石もあったけど、主に丸みを帯びている石が多かったし、色の濃い部分は 泥でできていて、何かの原因でずれていると思いました。また縦の線になっている地層は灰色でできたものなので、おそらく火山灰でできたものだと思います。丸には僕たちは土砂崩れで起きたんじゃないかというのを思って、その1と3で出来上がった地層に、土砂崩れなどが起きて、この地層が成形されたんじゃないかなって僕は思いました。どの班も観察や話し合いの結果をもとに自分たちなりに考察をすることができました。各班の考察はこのように異なっているわけですが、このようなズレや疑問を減らしていくためにはこれから何が必要ですか？その場に行って観察したり、今はネットなどが普及しているので、そこで調べたりしたらいいと思います。もっと観察の機会を増やしたり、それからネットを使ったり、あとは教科書や図書館の資料なんかを使ったりしながら、もっとたくさんの知識を身につけないといけないということですね。これからの学習で新しい知識や観察に触れたときは、またこの露頭を新しい気持ちで見直してみましょう。これから皆さんが学習する地層や地震、火山などは一度きりの現象で再現することができません。そこで自然の観察から得られた事実をもとに、過去に起こったことを推測して、誰が考えてもそうだと納得できる妥当性の高い説明をすることが大切です。しかしその説明はいつまでも妥当性が高いとは限りません。新しい観察の事実が出てきたら、今まで納得していたことも考え直して、常に妥当性の高い説明を追い求めていきましょう。今日の授業を終わります。指導のポイント4は、単元の学習で身につけた知識を活用して露頭を再観察し、継続的に考察を検討して改善することです。単元の初めに設定した課題について、単元を通して継続的に考察を検討して改善し、妥当性を高めるようにします。このように単元を構成し、大地の変動について妥当性の高い説明ができるようになることで、理科を学ぶ意義や有用性を実感できるようにします。この液状化現象は、地震によって地面が急に柔らかくなる現象であることを学習しました。
液状化現象のモデルを使った実験を行います。ボーンってなった。すごい、結構すごい、めっちゃやばい。実験の様子から気づいたことを発表しましょう。指で弾いたところだけで液状化現象が起こるわけじゃなくて全体で起こっていることが分かりました。単元の初めに観察した露頭のスケッチをもう一度見直してみましょう。2の層がどのようにしてできたのか、モデルを使った実験と関係づけて考えてみましょう。これ入ってんじゃん、なんか変な悪い感じ。それじゃね、さっきの実験のように地面と別の泥という何か何かが混ざって縦の列になったんだと思います。液状化現象でもともと地面にあったものがあふれて縦になったんだと思います。液状化現象を学んだことで大地の歴史の説明がより妥当性の高いものになりました。これからも新しい知識を身につけたときにより妥当性の高い説明ができないか考え続けていきましょう。